浄化開始。おいでおいで、狩りの時間だ。タッ、はっ、ヘッヘッ、スカイテラー、これでも食らえ、はっヘッヘッ、カイチャル、はっヘッヘッ、これでも食らえ、タッヘッヘッ、カイチャル、はっヘッヘッ、カイチャル、はっ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 
シアルフィエリア、
カイザル。さあ、ヘッ。ジアルピエリア。はっ、へっ、これでも食らえ。はっ、はっ、へっ、へっ、はっ、へっ、へっ、刈り取る。はっ。ジアルピエリア。はっ。
イタル！ハッヘッヘッ！カイタル！何してるの？邪妖観察に決まってるでしょ。あれ、邪妖だったのか？野良猫かと思ってた。ですよね。猫くらいなもんですよ。邪妖化しても大して変わらんのは。いや、不思議な生き物です。東洋では邪妖化した猫は尻尾が増えるそうですよ。まあ、この島の邪妖には外見特徴はないようなので、私が見極め方を伝授いたしましょう。うん。まず魚を投げる。これ。魚ガツガツ食べてるな。そうか、あれが邪妖だったとは。難しいもんだな。まさか、あの猫とのわずかな触れ合いに心の安らぎを得ていたとでも言うのか。ノー！知的でミステリアスでちょっと危ない研究者としての私のイメージが崩れてしまう。崩れまくってるから問題ない。普通の猫、恐るべし。自分取り戻さなきゃ。シアルフィエリア、
さあ。これでいいんだな。取引成立だ。おう、嬢ちゃん。商人をどこかに派遣する。これでいいんだな。じゃあな。さあ。浄化開始。
うがっ、さあ、てっ、てっ、うん、刈り取る、ほっ、さあ、てっ、てっ、見える、うがっ、
聖女の涙か。初代聖女が流した涙を受け止めたテティアって花は一体どれなんだ。全然わからん。ロイド、探してる宝石コレクションってテティアの花と関係があるの？お嬢ちゃん、いいところに。テティアについて教皇庁から仕入れた特別な情報とかないか。白い花だってことくらいしか聞いたことないな。そんなもんか。まあいいや。嬢ちゃん、今回はもう帰りな。何その邪険な扱い。聖女の涙、一人で探せるわけ？面倒なのは青い血だけさ。邪用を避けてお花見してくるよ。じゃ。依頼しておいて帰れって。よし、先に見つけてやる。祀わぬ神の教会、かつてヨーマを信仰する者たちの都があった場所。今は見る影もないか。せめて安らかな眠りを。邪教徒として焼かれた人々がいたんだよな。私も一歩間違えれば同じように。優しい春の雨の後、約束の花が怪しの月に輝くとき、聖女の涙が姿を現すか。この匂い、妖花の香水だね。催眠効果のある道具で眠らせるなんてうまいじゃん。道具は使いようさ。しかしダメだな、これ。やっぱり鍵となるのは雨か。雨？しまった。頼んだぞ。何が頼んだぞだよ。教皇庁並みに人使いの荒いやつ。バカと道具は使いよって。
聖女の涙。柔らかな光、心まで温かくなる。ジョーちゃん、手を引っ込めるんだ。ロジエクロックが反応してる。その宝石、何かあるんだね。昔、ジネットっていう凄腕の女盗賊がいた。悪人どものお宝を根こそぎ奪う痛快な盗っ人だったそうだ。そしてそのジネット一番の獲物が初代聖女のお宝だったって話だ。この聖女の涙が初代聖女のお宝。聖女の流した涙に空も誘われて、その涙雨に打たれた邪妖はみんなおとなしくなっちまったって伝説がある。このちっぽけな宝石一個に世界中の妖魔をなだめる力が宿ってりゃ、そりゃ大金が動くってわけさ。夜の君にも効き目があるなら、リュリーティスの聖女の務めも楽になるかも。ロイド、その宝石のことだけど。ダメだ。こいつは俺が預かる。いいじゃないか、ちょっと貸してよ。じゃあ、ジョーちゃんが請求書の支払い肩代わりしてくれるか。多分内臓まで売り飛ばすことになるぜ。な、冗談でしょ。情報ってのはタダじゃねえんだ。商人をなめちゃ困るぜ。内臓って、それにしても妖魔をなだめる涙雨か。Come on.
ついた後があります。人の形は。私には何も見えないけど。そうか、アーナスさんでもこのかすかな変色は判別できないか。いや、そこかしこにあるんですよ、人の焼きついた跡が。じゃあここで大勢の人が焼かれたっていうの。あるいは人型ジャヨウかですね。いずれにせよ胸クソ悪い話でしょうね。興味本位で荒らすべきではありません。私も帰るとしますよ。では。おいで。おいで。狩りの時間だ。
ロイド、あの宝石のことだけど。ああ、これね。宝石としての品質は申し分ないが、邪妖への効果はゼロだな。そっか、妖魔をなだめる力なんてちょっと都合が良すぎるもんな。ジョーちゃん、ユリーティス城の涙って見たことあるか？そりゃまあ何度かあるけど、まさかユリーティスの涙を金儲けに使うつもりじゃないだろうね。それは名案だな、ロイド。んなわけあるか。冗談だ冗談。いやさ、もし本当に邪妖や妖魔をなだめる涙があるっていうならさ、多分それはジョーちゃんとリュリーティス城みたいな関係なんだろうなってな。どうしたんだろう、ロイドがまともだ。バーカ、そんな日もあるんだよ。新しいカップケーキ開発するから楽しみにしててね。あ、うん、ありがとう。必要な血が足りないみたいだ。また今度来よう。
浄化開始。何してるの？邪妖観察に決まってるでしょ。爆弾型邪妖ですよ。あいつらは比較的近年分類された邪妖です。爆弾や砲弾なんかが邪妖化したらしいですな。ほんと邪妖って何でもありだよね。わずか一滴触れるだけでその存在を新たな生命体に作り変える、青い血の強さです。時々思いますよ。青い血が十分に降り注げばこの狂った世界も変わるんだろうかと。もしかしたらそれが夜の君の願いだったのではないかなんてね。夜の君が世界を作り変える救世主だとでも？甘いね教授。世界が変だと思ってるならそう思ったやつが変えればいいんだ。そんなとこ神頼みするなんてあんたらしくないんじゃないの？アーナさん、助手になってください。やだくれませんねアーナさん。そこがまたいいんですけど、夜風に吹かれていきます。
うがっ、はあはあ、また妖魔の研究熱心だね。見てください、アーナさん、青市の子待って、今処理する。結構な量だったぞ。どうなってる？どうやら青市を使った研究をしていたようですね。穏やかじゃないの、それは。研究は失敗、工場は停止、そして真実を知る者は始末する。どうしてわかるの？状況が物語っているからですね。壁に残る弾丸、赤い血を拭った痕跡、そして新たに塗られた壁。同様の事件はほどかきません。学びのない人間の末路はいつも同じです。世界も滅びに向かうってもいいんです。さて、私は引き上げますよ。見たいものは見ましたからね。
遊びに行くなんて何年ぶりだろう。リュリーティスと別れて以来だな。さて行きますか。
カリタル、何してるの？しっ、邪妖観察に決まってるでしょ。ゴーレム型邪妖ですよ。まんまですけど、木や岩なんかが青い血によって目覚めたものだと考えられています。彼らもまた純粋な自然要素、エレメンタルの邪妖です。その意味では妖精に近いですね。妖精と親戚とは思えないな。可愛くないですからな。怒ってる。怒ってますな。しかし可愛いと言われて嬉しいものなのか。一つ実験してみましょう。おーい、そこの可愛い子ちゃん。実験は失敗だ。この岩潔く撤収。実験って、あの、
それでは。血が足りないみたいだ。また今度来よう。浄化開始。おいでおいで召喚。
シアルフィエリア。
ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。
ヨルドに血を奉納する？これでよしっと。今日は聞きたいことがあるんだ。あのヨルドの剣のことなんだけど、私の剣に似ていると思わない？なんでかな。汎用の血に惹かれ、見せられた血が主を守るために武器として目覚め、妖魔の剣になるのです。吸血剣ヨルドの正体は未だ不明ですが、もしかしたらあなたの剣とよく似た状況で創出されたのかもしれませんね。似た状況か。それとも運命なのかもしれませんよ。ヨルドの剣があなたを呼んでいるのか。私を？それでは次のデスタンド。必要な血が足りないみたいだ。また今度来よう。